Hey yo! ケンツメシです。今日もね、クラゲやっていくんですけども、今日はですね、まあ、スケルトンラッシュ1本目動画出したんですけど、2本目もスケルトンラッシュで、まあ、知る人ぞ知るジャイスケラですね。ジャイアントスケルトンのやつ。で、これパッと見ね、無課金の方でも組みやすいんじゃないかなっていう。スケルトンラッシュだけなので、割とおすすめじゃない。だって、ジャイとマスケとさ、ミニペとさ、スケルトン部隊って、言うてこう、初期アリーナからあるじゃん。で、コウモリとかあんまりレベル関係ないし、スケラもあんまりレベル関係ないし、ヤナメもそんなだし、ユキダもそんなだし、みたいな。まあ、言いつつも、まあレベルがあった方がいいんだけどね。で、ジャイスケラっていうのが、このクラグラには存在します。で、強いんだけど、日本人で使ってる人はほぼゼロなんですよ。なんで、紹介するんで、誰かマジジャイスケラ使いになってみ？マルチ上位にはいるんですよ、ジャイスケラ使いが。マジでね、なってみてほしい。ポイントはね、相手がね、ああいうやつ咲いたら、マジジャイスケラ打つだけ。いや、一旦まだちょっと、様子見とくか。これっすね。で、OK。これでもう落ちるんで。あとは守るか攻めるかを様子見ですね。これはこれだけ出しといてあげて。マスケ出しといて。それ持ちはめんどくさいな。これな、バックカード持ってかれるな。まあでも。ヤナアメさえエリクサ残して、そうだね、キング狙いたいね。これスケラ出して、いや真ん中からいくか。難しいけどな。まずこうしてあげて、でも守れないよなこれってなるよな。ちょっと待ってな。難しいんだよ。そのジャイスケラが流行ってない理由の一つとして難しいってのがあるんですよ。なんで俺は使えるようになりたい。でラットがね、ラットが一時期使ってたから、この小型系の。今のはね、もっと攻めっ気が足りなかったですね。あそこのガゴにもヤナメ打って、すぐさま3本目に降りに行く。本当にこう攻めのデッキなんで、これ。待ちから行きます。割と今、ケンツメシがやってるのは、この対戦相手にやられた立ち回りをやってる感じですね。ウッド使おうかな。多分クロスだと思うんで、ジャイ出してスケラ打ちたいね。ここはナイス。それはでかい、もらったやろ。消せ、全部残った。終わったな。難しいんだよな、これ。で、この後のクロス止まんねえもんな。相手も全力で守ってきたんで、読むか。これ読む？ミニペ出して。今回やろ。どう？おわ、惜しい。かわされるな。で、ウッドかなんか来る。なるほど、そこでそれ使ったの美味しいな。でもこっちもあるんですよね。よいしょ、いけ。
この残ったコウモリがマジ優秀なんですよね。オッケーオッケーオッケー。でジャイが間に合うんだよ。ここで雪玉で処理してあげて、あのテスラさえ破壊しておけば次またすぐ行けるんで。オッケー、いい位置で止まってく。よいしょ、いいよ。で矢の飴と雪玉で溶かしてあげて、いいダメージが入る、いいダメージが入る。マスキ入れ、もう一発入れば。もうねこれが強すぎる。あと呪文で削るか。 OK。 OK、 いけ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 、大 GG と。まあ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 、難しいよな、難しいよな。さっきのラバー今2戦目だよね、2戦目だよね。ラバークロスときて、最後な、もう一回ラバーあたりきてな。これね、本当にね、1個目取った後の真ん中ジャイスケブが超強いんですよ。そこをうまくね、出していきたい。このデッキはね、マジ芸術だと思う。PS いる。マジでチンパンに見せかけた。やられたら方はチンパンだけど、使うのクソ難しいんですよね。これなんだろう、ホグかなぽいな。か、バルーンか。コウモリを。出しまして。ミニペも出しまして。なんか変な感じになりまして。悲しみ背負いまして。雪玉は叫んなと。いらねえか。まあ、いっか。この金色のスケルトン部隊。なるほどね。大体分かったみたいなデッキは。マスキューショーかけきますか。で、あそこジャイスキャラよくねえかな、もう。バルキリーがいるかどうかによるんだよね。あー、そういう系か。これはね、このババをいっぱい溶かさんとやばい。オッケー。本当に攻めはね、最大の防御なんですよ、これ。やばくね？相手雪玉ミスったのもあるけど、まずスケラの方に雪玉打ちたくなるんで、これダメージが入ると。雪玉切ったんで、スケベ玉負ける、次は全部。矢の飴で削っといて。矢の飴結構削るんでね。これ矢の飴の削り腹立つよ。まあ、3コス割いていいんですかっていう話になるから。スケブで離して防衛と。でじゃあイスケラ、ジャイが通るんですよね、ここ。オッケー。あと守るだけ。で、なんならあの、ババたちが瀕死なんで。はいはいはい。オッケー。一本取れねえかな。まだか。で、これでかわしてあげて、カウンターすればおしまいなんでね。まあ、GG っす。強いんだよね。OK、やっとで分かってきた。
結構強いんですよこのデッキ。マジでこれ使える人いたら使ってみてほしい。ジャイスケラはね、知る人ぞ知るって感じです。でこの形となんかね、ヤギゴブとかギャングとか入ってるやつもあるんですけど、今は多分こっちの形の方が強いかなって感じで、ジャイスケラ俺も練習しようかなと思って、ぜひ使ってみてください。ではおつめし、バイバイ。